にちは、Pです。少女ボーツ10月1日更新分です。まずはお知らせです。月見祭りもイベントやってますね。新キャラです。メディア調べてみたんですけど、メディアとも呼ばれてるらしいんですよね。旦那様のね、を許せなくてという話みたいですね。コメントにもありますよね。私やメディア、私の前で他の女のことは考えないでね。この分だけでね。あ、なるほどって思いました。怖いですね。どんな話やってるのね、よくわかりません。続いて、イベント、キャラ、ガチャキャラ、宮本武蔵。フランケンシュタイン、静か御前、アッサオ、岡本、龍馬ですね。1日だから一攫千金ありますね。前回ね、一攫千金ちょっと美味しかったかもしれない。私1年ちょっとやってて1回だけですけどね、美味しかったのは。だからどっちでもいいですね。はい、ではスタートします。ね、これ龍神って毎回あるんですね。ちょっとね、さっきねサブキャラでログインしてみたのね、1個でした。サブがメインよりかね少ないのは初めて。まあ1キャラしかサブは動かしてないんですけどでした。でもこれで1個だったら一緒か。そうですね、はい、3個だって少しはいいよね。うんって感じだけど、お知らせ、じゃあメールですね。はい、ああ温泉ね、いつもの300ダイヤ。今はね、ダイヤは88,792。珍しく最初に見たよ。一攫千金いきます。また痛いのはね5000ですよね。5000、6000、7000の間かなとは思うんだけど、7000もあんまりないよね。ほとんど5000台ですよね。はい、これかな。どうでしょうね、この額だと。はい、おめでとうございます。はい、では図鑑です。新キャラです。メディア。七星で、敵単体。これ、奥義ですよね。400分のダメージ、周りに 20% のハイダメージ。最近、多いですよね、このパターンね、周りにね。はい、ダメージによる繊維回復はなし。あ、メディアの話かな。敵じゃなくてね。自身の攻撃は 10%、防御は 20%。 え、これ、ええ、防御寄りだよね。2ターン継続解除可能。解除可能って何。解除不能って結構あったけど、なしとか解除されちゃうんだね。命中したすべての目標に、これも多いよね、最近ね。追加ダメージね、25%。25% は多分多いかもしれない。20ぐらいかな、大体ね。うん、やっぱり少し強めな気はしますね。死んでないキャラが、神聖エネシス。いろんな名前出てきますね。自身と、デバフを、あ、解除ね。うん、やっぱり、地のキャラは、力はね、タンクみたいな役割で、でもがやっぱり DPS。で、血はやっぱりね、中間的にデバフとかバフとかね、のコントロール多いよね。すごくだから重要ではあると思うんですよ。MMO とかで見ても、タンク、DPS、ヒーラーみたいな
の中でね、やっぱりこういう中間的な位置の人はすごくね、やっぱり、上手だと。パーティーがね、よくその辺は経験したことあります。重要だとは思うんだけど、最近では多い感じだよね。特別、すごいとは、まあ、ね、追加ダメージは 25% は多いけど、はい。で、対象技。メディアの登場した人、味方ターンが始まるときに、ランダムな隊長一人に、これ登場時と味方ターン、すごいね。え、じゃあ6人、マジか。隊長に優先される、あ、じゃあ隊長が多い方がいいんだよね。神聖ね、実。これが、はい、以上、不能不可、優秀不可。これ最初技は、あ、一人だよね。自身の、この辺も一般的ぐらいの数字だよね。10%、10%、20%。ちょっと、並べて比較してるわけじゃないか、ちょっとうる覚えですけど、まあ、そつなく強いって言いますか。どういう、どんな言葉だ、それ。ごめんね、わからないのに使ってて。え、ごめんね。でもね、まあ、十分強いとは思うんですけど、今のなかなか私、もう前回あたりからね、15万ダイヤ使って、ヤンダルクとソースを入れ替えた、あ、ソースを2人追加したことによってね、だいぶまあダイヤ使って入れ替えた布陣の中で、入れられる感じはちょっとないかな。でもね、同盟チャットとかね、あ、やばい、強いとかっていうね、あとユニバーサルチャットで情報見ちゃったね。いや、欲しいとかって思うんですけどね。はい。いいですね。ちょっとね。調べてみてね。で、ね、不倫とかね。まあ、強そうだよね。はい、と思います。はい、ではね、ガチャ、見てみます。最初3個ない、はい、名元探検シュタイン、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 静か御前、静か御前、私持ってないんですね、はい、朝をこういらないから15号、もうね、坂本リュウマ、リュウ、リュウって書いてあるけど、リュウマなんですよね、リュウマなんですよね、いやね、いや強そうだ、綺麗だしね、イベントは、ん？で、あ、もうね、朝のうちに日課は終わってます。あれ？でもあんまり終わってないぞ。あ、やったはず。あれ、やってないのか。寝ぼけてたかな、透明合戦、バラバッコ、
なんか、私が1億4000くらいだから、私が天下人に背くとも、そうそう強いよね。背きはさせない。うん、強い。もう一回ぐらい？この？いあ、それわし自分やっぱり私人をいじめこんなのし出直してこい。いつでも相手し。わしが天下人に背くとも。天下人にはその気はさせない。コスをね、入れる前は始皇帝ほとんど MVP だった感じかな。まあね、もうソース入れたら、うん、竜姫はね、坂本龍馬あたりが MVP 多いかな。え、これで宝箱とあと竜姫ですね。今ね、12時17分。今日早いでしょ？あまり早い。だよね。これがそのイベントですね。どうなるか分かってるだろうな。うん、同盟チャットかな。状況始まってますよってお知らせいただいたんだけど、あんまりよく分かってない。あんまり報酬が、同盟のイベントが始まってからね、他のイベントがすごく寂しい気がするよね。うん、だよね。はい、え、これなんですか、これ。これもなかなかね、報酬ならなくない？何？見て、これね。まあ、60は超えてると思うんですね、私。51ラン。これ、これじゃないな。わかりにくいです。ショップ。これじゃないぞ。ミッション？違う。これか。やはり？あ、これか。これね、今85です。まだ一度も交換してません。もうイベント3日ぐらいやってるような気がするんだけど。60ならね、交換できるけど、このラインナップだったら ANI の120が欲しいかなですね。前回のね、羽生さんは19名まで行ったのかな。でも結局取らずに、ダイヤはね、使わずに、はい、次回にしました。これ、これもいいね。オリハルコン 30% なんですね。今回も魅力的なキャラですね、メディア。ちょっと字だけ、図鑑の字だけだと分かりづらいですけど、これ強いと思います。私のね、無人見てください。15万かけてね、そうそうとジャンヌ7星にして、できた先発隊なんですけど、これにメディアを入れようとすると、一番戦力低いのは宮本なんです。で、宮本が950ぐらいかな？を下げて、メディア入れると、ま、7万から8万、いや、7万8万だと、6星ですよね。7星になれないと思う。あ、運にも、よると思うんですけどね。あんまりその辺の運がないから。そしたら、次のね、比較戦記の時に2万なくなっちゃったってなりそうだから、今回はね、無理してはね、取れないけど、まあ、あんだけ見る限りね、魅力的ではあるけど、もう絶対必須という感じはしないですよね。どうなんだろう。でも、ドメチャットあたりでね、やば、強いよとか、見ちゃうとね、わ、マジとかってなっちゃうけど、さっきからね、テロップかな、かなりね、皆さん撮ってます。まあ、
人はね、みんなもう出たら必ず取る人がかなりの人いますからね。うん、私は今回ちょっとまだすぐは無理かな。ちょっとね、ダイヤが減った状態だからね、なんとなく10万をね、いつもキープしていたいなってちょっと思ってます。安心感がね、やっぱりあるから、10万あれば1キャラをね、なら、ね、でも10万がちょっと足らないから、6星ぐらいまではね、10万あって2万残しぐらいでね、いけると思うんだけど、7星はちょっと12万ぐらいあって10万でって感じかな。だよね。毎回ね、魅力的なキャラ来ちゃうから悩んじゃうんだけど、結局ね、前回のだよね、花嫁さんも取れてないんですよ。39くらいまでいったのかな。あ、同盟ちゃったね、ちょっとね、さっきちょっとさせてもらったんだけど、見てください、もうバギーさん打ってます。バギーさんはね、ニューヨークも後半のプレーも3億いってんのかな、の人だから、同盟で一番強い人ですね。前も必ず取ってるみたいですね。これが メディアですよね。はいはい。で、ひまりさんも取ってるよね、きっとこれは。メディアです。ちょっと私間違えてるけどね、うち間違えてるけどね、みんな早いなって。私もゲットしたよって。ひまりさんもほんと、すっごいお金使う気がする。はい。すごい。の人すごいです。まあ、バギーさんもね、どれだけ強いならすごく使ってると思うんだけど、この辺の人たちちょっと、羨ましい、本当に羨ましいぐらいね、課金されてる気がするな。毎回取ってるもん。まあ、ほとんど同盟の人でも本当に強い人みんな、ね、毎回取ってる人も何人かいるみたいですね。私はまだまだそこまでいませんね。今見ると、ね、使うんじゃないか。私ね、63人です。70人中。だから、ね、全部コンプリートしてる70人いるんでしょうね。私は63人です。これ、ハムエップさんも含んでるのかな？違う気がする。ね、ハムエップさんだけで10人くらいいるよね、確かね。だね。ここで見ると、そうだ、63名獲得だから、これ、ハネムさん多分入ってない。まぁ、ちょっとごめんね。間違ったらごめんね。はい。でも63人です。確かね。ラブコムしてね。今、もう少し。あ、もう竜姫もやってますね。はい。いいなぁ。すぐ、みんな、ね、みんなですぐ取れる人羨ましいですね。私が9万4千のタイヤ見て、ニコニコしてます。ね。でもね、多分取れないと思いますけど、まぁ、今回もね、メディア、魅力的なキャラだと思います。ちょっとね、不定とか、ちょっと言葉覚えちゃったよ。不定ね。いろいろ、いろんな人いるよね。歴史にね、詳しくはあったわけではないけど、よく調べるようになったから、これはね、あ、こういう人だろうって、私全然知らないから、少しずつね、勉強になってる気がします。ほんとね、楽しいゲームです。じゃあ今回はね、メディア、新キャラ、情報でした。はい、じゃあまたです。バイバイ。